こんにちは、ハイエンドです。LINE オブサイト。なんかね、フリーフォアオールっていう珍しいモードがあったんで、やってみたいと思います。Cease fire and get で、こ ready. れは多分全員が敵かな？もう味方とかいない、もう一人の戦いですね。孤独な一人の戦い。で、Eliminate all まあ、ひたすら enemies. 敵を倒して道を取るっていうゲームモードですね。もうサーチ&デストロイです。で、今回はこれで1位を目指して、ちょっと頑張っていこうと思います。これね、なんかもう、全員が敵だから、要するに、10人いたら10人が敵ってわけですよ。なんで、誰よりも早く、人を見つけてぶっ殺すっていう、そういうモードですね。まあ、単純でいいんじゃないですかね。まあ、こういうモードを持ってるゲーム、あんま見たことないんだけど、ちょっと珍しくて、面白そう。おーってびっくりした。本当は個人スキルが関係してくるのか、運が関係してくるのか、まあ、運ゲーなのかな、若干。まあ、わかんないけどね、あんまこのモードまだやってないんで、1回目ということで、適当に潰してください。後ろから、まあ、こうなのか、リスポン地点がランダムだから、もう、後ろから撃つっていうことがすごい多くなると思うんだよね。いかにね、敵に出会って倒すかが鍵になってくるんじゃないでしょうか。おっと、怖い。これ、挟み撃ちの状態だよ。怖えな。おぉ、マジか。どこ？あ、上？上にいたのかい。そんなとこから。うわ、びっくりしたね、これ。これね、こういうのがあるんだね。目の前にいたよ、これ。相手もかわいそうだな。おっと、びっくりした。やられちゃった。ショットガンか。近距離だとショットガンだな。ちょっとなんか、おっと、当たらない、当たらない。あ、ちゃんと覗かないとダメかな。ADS しないと当たんないっすね。おっと。赤ね、ま、体の周りが赤く光るから探しやすいんだよね。どこ行った？あ、やべ。ん？あ、そっち？あ、見えてなかった。惜しいですね。さて、なんだこれ。サーバールームみたいなのが割れる？これ。ああ、ドア開く。奥に一人ダブルキルをサクッとしていく。今いたね。奥にいるのを。ああ、なんだ、手すりに当たってと思ったら後ろから撃たれる。もうめちゃくちゃ。めちゃくちゃですね。キルして。奥。あ、ダメだ。ハンドガン。ハンドガンじゃねえ。リロードしちゃった。もったいね。もうバタバタ走ってって、敵を見つけて倒さないとね、1位取れないんで、もう頑張っていこうと思います。1人キルして、奥狙ってたね。奥倒したか。あとはどこだ？もう。ドクロマークついてたら絶対にその辺に敵がいるから、ドクロマーク目指して走っていきますか。あとね、勘で敵が出てきそうなところマークしたりとかね、こんな感じで。後ろから撃たれるとこだったね。危なかった。ね、そうそう、M4 の初期武器にね、サイトつけたんですよ。イオテックだったかな、これは。ホホロサイトの。つけたんで、ちょっと見やすくなりました。ただこれ構えた時ってね、なんか、ブレてるっていうか、照準が。なんか太いんだよね。構えた瞬間。ちょっと経ったら、細くなるみたいな。なんか変にリアリティなんだけど、これ。こういうのいいよ、別に。狙いづらいじゃないか。で、いや、今、あんま無理するとね、ダメなんでね。いかに自分が死なないように、敵を殺すかが鍵になってくると思うんでね。まあ、多分ね、お前あんまこのモードやったことないんで知らんけど。あったね。おっとっと、奥にもいた。二人やっていく。すげえな。おっと、三人目。ああ、ダメだ。やられちゃったか。ライフとかも、一回減ったらこれ回復できないのかな。なんか右下にメーターがあるから、あれだよね。バトルフィールドとかと使って黙っても回復しないんでね。無料 FPS って大体そうだよ。アバも、ちょっとしか使ってもらえないけど。あと、まあ、最近やってるブラックスクワットとか、SF2 とかね。おっと、ダブルキルして、もう一人いなかったか。おっと、マルチキル。あー、同じ人かな。結構強いね、あの人。まあ、M4 もね、結構、初期武器使いやすいっすよ、これ。ただね、なんか、こうやって ADS して戦うタイプのゲームあんま得意じゃ、おっと、右にいきなりいた。ああ、ADS するゲームがあんま得意じゃないんだよね。ADS した時の感度がなんか合わないっつうか。おっと、背中を狙うが握られてしまった。一
っと今撃たれたかな。一発も当たってないけど。どこに敵がいるかわからん。ドクロマグ、痛い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 。ほら、当たってないぞ。なんだあれ。あ、ドアが開かなきゃダメ。うお、マジ。後ろ？ よくわかんねえけど。ちょっと一人キルして、逆かな？あっちかな？あ、いた。今いたね。今いたよ。出てきたところ。奥、後ろ？後ろやって。奥、奥ね。奥やりたいっす。よーし、キルした。オーケーオーケー。いいね。これ1位、まあ、2位か。1位の人と、僅差だな。俺はもしいけるのでは。奥に1人いる。キルして、もう1人、普通やって。あ、結構ね、もう中段が。ちなみにこれ、フルオートじゃなくて微妙にね、高速タップでやってるんですよ。フルオートでちょっと中断するんで、あー今散らかっちゃったね、エイムが。あ、普段からね、FPS ちょこちょこやってるんで、エイムはね、ちょっと慣れてるんで、他の人よりは。勝ててるのかもしれないですけども。まあ、背中で撃ったりね、結構これやっぱ運ゲーになる感じかな。まあ、相手の背中にリスポーンして弾をぶち込むっていうね、ことが多いですね。半分ぐらいそれじゃないの。まあ、立ち回りもね、含めてちょっといろいろ。勉強していかなきゃいけないと思うんですけど、奥に敵がいるのをやって、あと後ろかな？この辺がなんか激戦区な気がするよ、さっきから。人が多か、おっと、いたいたいた。あー、マジか！知ってるのに負けちゃった。これは悔しいぞ。おー、目の前にいて、ん？なんだなんだ、もうめちゃくちゃだな。なんだよ、これもう。まあ、こういうのもちょっと、新鮮でいいですね。いきなり敵が目の前にリスポーンしてやられるみたいな、ちょっと笑える感じのゲームになってますけども。おっと、ダブルキルして、もうちょっとだ、もうちょっと。奥に今いたが、ちょっと、逃げちゃう。いっぱいいるから、反対から。うわぁ、マジか。出会い頭にやられてしまう。奥。いた。来た。一人やって。もう一人、こいつ倒して、あーダメだ。でも、あと、一人か二人かな。1キル確か40でね。よし、いけるぞ。さあ、出てこい。2位の人と差があんまりいないから、早めに探して倒さないと。せわしねえ、このゲームモード。でも、面白いな。これ、全員敵ってのもいいっすね。ちょっと、躊躇しよう。敵が？ドクロマークがあそこにあるってことは。だが、敵が見つからないぞ。うん、右か。いた。奥にいた。撃ったんで多分気づいてるはず。出てきたところを撃って。おわし。これは勝ったんじゃないか。ちょっと疲れ知った。でも面白いね。フリーフォアオールいいんじゃないですかね。まあ、今回もね、なんかただ銃で撃って、倒してだけのゲームモードと、サイオニックモードってのがあってね、なんかスキル、隕石降らしたり、電撃をぶっ放したりするようなモードがあるんでね、ちょっと次、それやっていこうかな。いや、このモードね、個人的にちょっと気に入ったんで、またプレイしようかと思います。以上です。